ゴンちゃんなんかもう絵面完全にこれサンテレビだもん。お前おっさん終わったよ。え、そう。おいどこまでお前運ないねん。あ、自腹切った、自腹切った。そんなにやりたいんか。軍船だ、軍船。軍船だ。いろいろあるね、港はさすが。本当に。いろんなことがね。こんなことしてる間にも、あのバカはパチスロ打てるわけだけど。いい家だ。いやー、このダメな絵面。最低や。終わった。で、結局当たったのかい、君に。いくら使った ?600 円。600円使って、かすりもせず。歌いたくなるね。いや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 。海よ、俺の海よ。そっちかよ。今度はそっちか。前回は鳥羽一郎でしたっけ。いや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 。前回は死ねと罵倒されたけれども。今回は優しいね、春樹くん。人口30万人以上いるからね、高松。もう結構な都会なんですよ、実は。まだ後半になってくると疲れてくると思うんで、あらかじめ言っておきたいと思います。はい、山根君、はい、ディレクター、何でしょう。ありがとう。よっしゃー、任しとけ。今回は楽しみですね、僕はもう。もう、ロケが楽しいって久しぶりだろ。開始3時間くらい経ってますけど、いまだに笑顔の絵って僕ないでしょ、多分。ないね。今までね。あんだけね、高速道路運転させられて、でもまだ笑顔が出るという。そうですね。よく考えると。それもこれもこのね、うどんの力というかね、お腹空いてきたからね、うどんが食べたいね。待ってろよ高松、こいつうどん全部食ってやろう。茹で汁も残さねえぞみたいな。高松中のうどん食ってやろう。本日のうどんは終了しましたみたいな感じで、もうね、残ってねえのかみたいな。もっと壊せろ、もっと壊せろと言われてた。めっちゃテンション高いです。町内放送で流してやろうぜ、本日のうどんは終了しました。今日の夜のニュースで流してやる。高松からうどん消え、四国新聞に記事書かしてやろう。うどんが消えた。ガチではしゃいでるよ、この20代。もうすぐ30代。あ、やばい。じゃあ行こうか。着きましたよ、四国に、うん、いやー、こんにちは高松。ハローさぬき。ハローさぬき。ちょっとはしゃぎすぎかな。楽しいけどさ。よし、四国上陸。よっしゃー、来たー。山根企画も来るとこ来ましたよ。明日の海外ロケです。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。フェリーの旅無事終了ということで、高松市内に到着いたしました。よっしゃー、みんなテンション上がってきた。上がりましたね。うどんが食べたいかというわけでね、はい、まあこういう風にテンション上げてますけれども、この二人は実は戸惑ってます。実はなビクビクしてる。何をされるんだと。何をされるんだと読めない。まあというのも当然でして、我々、ディレクター山根他、はい、出演者2名の他にここにもう1名追加されております。はい、私の、実の兄です。親族いっぱいになる。高松市在住の、もう10年になりますか。高松市に住んでもう10年以上経つうちの兄に今回ガイドをしてもらいます。君あれか、自分の作品のためなら家族も使うから。立ってるものは親でも使え。今日はうどん屋さんをメインにいろいろ巡りたいと思うんですけれども、ただ単にうどん屋さん探してね、まあ、はい、ルルブとか買ってましたけど、はい、てかそこに書いてあるおすすめのうどん屋を回ってもいいんですけれども、はい、それだけじゃ面白くない。はいはいはい。というわけで、2人とも気づいてました？まだタイトルコールしてないんですよ。そうなんですよ。まだね、もう開始して4時間ぐらい経ってるんですけどね。本日の、企画の目玉は、はい、これです。
じゃん。何ですかこれは。こんなものまで作ってるんですかあなた。これはお手製ルーレットです。はい、いろいろ書いてありますね。さぬきうどん、観光スポット、観光スポット、口コミ情報、まあ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 、それは置いといて、はい、今回そのルーレットで出たまんまの行動を取ります。さぬきうどんと書いてあればうどんを食べます。うどん食べるんですね。観光スポットと書いてあれば観光スポットに行きます。はい、まあ、お菓子と書いてあればお菓子を食べます。その他罰ゲーム、チャンスなどいろいろあります。ちょっと待ってください。まあ、あまり触れるな、あまり触れるな、まだ後でやるから。というわけで、ツッコミどころがあるルーレットがこう。うるさい、うるさい。というわけで、じゃあ、タイトルコールいきましょうか。はい、君たち、うどんを食べてグルメツアーとか思ってたろ。いや、思ってましたよ。ね、で、うどんを食べて満足して、山根企画をあのいいものにあの、はい、より満足してもらおうと、そんなこと言ってましたけど、ちゃんちゃらおかしいね。ちゃんちゃらって今どうですか。君たちにはこれからルーレットに沿った運任せの旅をしてもらいます。はい、というわけでタイトルコールいかさせていただきます。はい、どうぞ。はい、まあ、タイトル僕ら知らないんで、勝手に、まあね、勝手に叫んでください。言っとけどあれだよ、あのうどんに止まらなければ、はい、いつまでたってもうどんは食べられないからね。あ、なるほどね。どんなにお腹空いてても。はい、いいね。まあ、そんだけ讃岐うどんあるからね。まあ、こんなかったらね、うどん逆に多すぎないとかか、それ。あ、なるほど。ちょっとそんな心配はないか。まあでも、さあ、いや、まあ、それでは参りましょう。有限会社山根企画第5弾5弾、姫路を飛び出しました。はい、讃岐満喫ルーレットツアー。ていうか、一つ質問。はい、何でしょう。あの、いや、まあ、この企画はいいんや、運任せのはいいんや。でも、あの、運の悪い人間と組まされてる僕は。そうです、僕はもうかれこれ5回出場してますけど。それでは早速第1回目の抽選です。僕は結構運はないですよ。ちょっとよろしいですか。ベコベ言わずに回せ。なんかね、いろいろ気になる点はあるんですけど、ちょっと1回だけ突っ込んでいいですか。はい、ちょっとだけ、はい、ロケ終了っていうのがありますけども。あるんですね、この一番ね、はい、真ん中の辺にね、ロケ終了っていうのがね、この真ん中にちっちゃく書いてあるんですね。まあ、この大きさから見て分かる通り終わらす気はない。ない。ちょっと待って、こいつタイムリミットは本日午後5時ぐらいとする。え、ぐらいか。それまで休みなし、休憩なしでルーレットを回し続けていただきます。一発でこいつ当てそうやもん。うどんが食べたいか。食べたいけど。